次の伝説投手はマサカリ投法村田、はい、さあ1球目初球打って出たレフトポールがドラップ、投げた外低めボール、ワンエンドワンから投げました、低め際どいボール、投げました、打ちました、ピッチャー前に転がった、ピッチャー抜けた、セカンド取った、一塁転送、記録はヒットになりました。次の伝説投手は高橋、はい、第1球を投げました、外れたボール、ノーストライクワンボール、はいはい、インコースの変化球ストライク、投球3球目外角高めの変化球ストライク、バッター追い込まれました。次が4球目スライダーボール 2-2、ワインドアップから投げました、打ったファーストへアウト、第1球を投げました、打ちました、いい当たり、ライナーだ、取りました、アウト、さあ初球空振り、強振、ワンナッシングから投げました、ストレートボール膝元へ、ワイドワン、投げた、打った、センターへ大きいぞ、福本交代、センター追っていった、入った、ホームラン、今ゆっくりと生還です。次の伝説投手は新人でタイトルを総なめした木田、投げた、打った、いい当たりだ、左中間へ大きい当たり、レフトバック手応えは十分か、入った、ホームラン、そして今ゆっくりとホームイン。次の伝説投手は開幕15連勝の日本記録を持つ真柴、はい、投げた、低め際どい球、ボーノーストライクワンボール、投げた、フォークはボー外角へ、ボールカウントロー2、さあ3球目スライダー見送ってボール、松中よく選んでいます、ノースリーから投げた、内角打った、いい角度で上がっている、ぐんぐん伸びていく、入った、ホームラン、